こんばんは。よいしょ。ちょっと変換するのがめんどくさかったのでひらがなで失礼。ひらがなの方が誰でも読めるからね。こんばんは。HKT48 の馬場彩香です。どうもどうも。そう、彩香って読まれがちなんだよね、彩香の漢字は。そう、彩香って読まれがちなので、あの彩香だよっていう。はい、で、そうそう、どうもどうも、回ってきました。明日よろしく。なんかなんだろうね、いつぶり、パープルぶり、あ違う、うん、でもなんか5回目とかそんぐらいらしいね、見たら。あんま覚えてないんだけどあんま覚えてないんだけど、前回何を話したかは。そう、あんまり全然覚えてない。あんまりとかしない。あ、パープル以来ってことは1年ぶり。あ、かえりちゃんに回したのはいつだっけ、その前俺ね、全然覚えてないんだけど全然覚えてないんだけど、そう、あ、8月以来なんだ。8月以来らしいですはい、そんな感じです。そう、ひながね、回してくれたんだけど、5期生のことひなのちゃん、 HKT の回してくれたんだけど、まあ、ひなはね、仲良し、ずっと仲良しだな。なんか入ってきた時から、そう、まあ、ドラさんとゴキは気が近い、なんかそう、なんだろう、あんまりこう離れてない、期間が空いてないんですよ、短いんですよ。あのドラさんが入ってからゴキが入るまでの間が結構短くて、1年もない、半年もないかな。だからそう、半年はあるか、さすがに半年ぐらいなんですよ。だから結構なんか近い、木としても近いし、ひなは同い年なので、しかもそうっていうこともありで、やっぱ仲良しですね、同い年なので。そう、泊まり行ったりとか、お互いお泊まり行ったりとか、そう、あのねそう、ずっとあのある期間ずっと避難地に泊まってたことがあって、そう、ずっと一緒にいた時がありましたね。そうで、ひなから回ってきたのも2回目なんだよねそう、ひなも前そのパープルで回した時がの順番がひな、さやかだったんだよね。そうだから2回目。はじめまして、ありがとうございます。イエーイそう、だから結構ね、仲良しですよ、ひなは。ゴキの中でも仲良しだと思う。そう、あとね、あのゲラなんで、あの子はもうびっくりする、でも HKT 内で1位なんじゃないかってぐらいゲラなんですよ。何でも笑ってくれるの
そうだから本当に何でも洗ってくれるから、あのね楽しい楽しいの。だからなんかパープルの時もあの HKT はあのチーム公演とは別に博多七色公演っていうのをやってたんですよ、コロナ禍で。そう7人のチームを7つ作って7人のチーム6人1チームとかだったんだけど、その期間でチームパープルだったんですよ最後はね。そうでそのチームパープルでひなと一緒で、そうそうそう、その時もいつも毎回楽屋は絶対隣に座ってて、でひなが警報公演に来てくれた時も楽屋隣に座ったりとかして、そういつもね笑ってくれるんですよ。さやかのしょうもない発言に全部に笑ってくれる貴重な人材なんで。そうだからね仲良しですね。そうなんだっけテーマ、トークテーマ、あれか。6期生6期生が入ってくるけどうんぬんかんぬみたいな感じだね。となんだっけサガーズと、もう一個なんだっけ、あ LJK でやりたいことか。うーん何から話そうかな。まあ6期生が入ってきますけど、そう本当にひな可愛いんだよ。なんかそのあのどうせバルちゃん6期生の方行っちゃうでしょって言ってて何それって思いながら、そうめちゃくちゃ可愛いこと言うじゃないか、なんだこの子はって思いながら、そうそうそう話になってたんだけど、今書類審査が終わったのかな、締め切りが終わったのかな。何も知らないのでわからないんですけど、ご気分生ぶりの後輩だから、まあ、結構間空くしね、3年ぐらい空いてるのかな5期から。だから結構ねなんか緊張してる。あでもなんかさやかは結構後輩好きなので、なんか結構グイグイ行く人なので、後輩に5期生にはグイグイ行ってたので、なんかその調子で、その調子でもないけどなんか行けたらなって思ってはいるけど思ってはいるけど、で楽しみですね、どんな子が入ってくるのか、何入ってくるのかも分かんないし、なんかやっぱね自分から先輩に行くのは結構ね緊張すると思うんですよ。だからサイカみたいなケロッとしたやつらが一人ぐらいいてもいいのかなって思って、そうね年下とか多分来るから、今はいぶきが最年少なんですよ HKT は、高校1年生なんだけど、まあ、今年高2になるので、そうそれもねこの間いぶくると話してて、そうやばいよねって年下来るよとか言って、そうそれもすごく楽しみ。同い年が来るかもしれないし、今さやかの学年は4人いるんですよ。そうあかりとドラさんの渡辺あかりと5期のひじりとひなのとさやかの4人なんですけど、そうそこが入るかもしれないし、下いぶきと同い年の子が来るかもしれないし、中学生が来るかもしれないし、10歳が入ってくるかもしれないので、そう、 そう話してたの、10歳って何年生まれたって話になって、さやか04なんだけど、そうなんかそれでもさ、なんかさやかでさえ TikTok とか見てて07とか見てたらもう鳥肌立つのね、もうそんな時代か鳥肌立つのに10歳でしょ、11ラインとかが来るってことでしょ、だって10歳からじゃなかったっけ応募資格あるのって、あれ違ったっけ、だからさ、なんか12か
1212ラインってやばくない？だからなんかもう、ああこういう気持ち、なんか04ってすごいわけわっけーみたいに言われてる気持ちが、でも分かった、やばいよね楽しみ。だってさ、10歳と22歳が入ってきたら一回り違うわけじゃん、一周しちゃってんじゃん。だからさやかとりこちゃんが同期みたいな感じでしょ。めっちゃ不思議めっちゃなんかそう考えるとなんかすごいよね。ジェネレーションギャップどころじゃなさそうね、22歳と10歳ってこれネット一周しちゃってんだもん。本当に赤ちゃんが入ってきちゃうでも楽しみですね、すごく。名前覚えれるかな、さっき5期生の名前覚えれるのも結構苦戦したんだよね結構苦戦したんだよね、意外と地味に。ね、とても楽しみ。まあ6期が来てもひなのことは可愛がって仲良しでいたいと思います。何かとそういうのは覚えちゃうもんね、さすがパイセンたちパイセンたちがサナとリナちゃん区別ついた。サナはなんか佐賀出身で覚えてたんで、そう全然覚えてた。リノと若菜とかちょっと苦戦した。ね、楽しみ。あとなんだっけ、サガーズか、サガーズ、サガーズは佐賀県出身のメンバーの総称総称、何グループ名じゃないけど、そうなんですけど、いつもね毎週水曜日に FM 唐津っていうラジオのところで、佐賀県のね唐津市でところがあって、そこにある唐津 FM で毎週水曜日の19時から2時間 HKT 発唐津号の生放送をさせてもらってるんですけど、そう園ちゃんとそう宮崎園ちゃん、4期生の HKT の宮崎園ちゃんとさやかと、前は5期生の小川さなちゃんもいたんですけど卒業されたので2人の、今2人でやってるんですけど、そう YouTube にアーカイブあるので、 HKT の公式チャンネルにアーカイブが上がってるので、ぜひぜひネットでも聞けるので、そうツイッターとかにね URL 載っけてるので、インスタとかに載っけてるので、ぜひそこから気になった方は聞いてみてください。そうサガーズはな、なんか前も最後この話した気がする記憶が蘇ってきたんだけど、サガーズはなんかなんだろうね、もう2年ぐらいやってるんですよラジオ。そうなので結構なんか最初に比べたらまあ話せるようにはなって
そう、なんかマネージャーさんにこの間なんかバワバワ喋れるようになっとるやんみたいな言われてめっちゃ嬉しかったなんか前は何も考えずに喋ってたって感じだけど、今は全然なんかこう話のあれがちょっと上手くなったねって言ってくださって、そうちょっと嬉しかったですそう、さなちゃんとも距離が縮まったし、佐賀のこともいろいろ知れるので、なんかやっぱ住んでても知らないことって多いんですよね。なんか佐賀歴がまだ17歳なんで、17年なんですよ佐賀歴がね。だからもう全然なんか知らないことしかないので、こんなのそうだから結構なんだろうね、自分の知らないことも知れるし、そうすごく楽しい、自由に自由にさせていただいてるんですけど、そうぜひぜひ聞いてみてください、気になった方は。毎週水曜日にやってます。この間はねロケしたりとかもしたので、結構なんかどんどんねこう活動の幅を広げていけたらなと佐賀で観覧もできるので、唐津に来てラジオしてるさやかとすのちゃんを見ることもできちゃったりしちゃったりしてそう観覧ありで、しかも生放送なのでリアルタイムの声をお届けできるのがいいなってすごく思ってますね。そう、あと日曜日も月1で、日曜版は1時間なんですけど、朝の11時から12時の1時間なんだけど、これはメンバーがゲストで1人来るんですよ。そうだからそこのなんか一人一人と話すことってぶっちゃけあんまりないから、なんか楽屋とかでは話すかもしれないけど、こうなんだろう、みんなの前でっていうかとの結構個々の絡みって新鮮だったりとか、さやかとそのちゃんとその3人の絡みも結構なんかそれぞれで絡みあるけど3人ってないねとかも結構多いので、とかそういう絡みばっかりなので、そうすごくね、なんだろう、それもなんか楽しい、その絡みもすごく魅力だなって思うのと、なんかなんだろうね、あ違うわ日曜版はアーカイブがないので、そうアーカイブがないので、まあこれは注意点なんだけどそう通常の水曜日はアーカイブが残るから、その時に聞き逃しても後から聞けるんだけど、ラジコとかじゃないのでアーカイブ機能がないので、日曜版はもう聞き逃したらおうおうって感じになっちゃうので、これはちゃんと朝起きて11時までに起きて、貴重なので、そう11時までに起きて聞いてください。そう、あとね3月19日に ZEP 福岡でイベントがあるんですよ。そう「WeFop 感謝祭2022」っていうイベントがあって、本当は2月3日にやる予定だったんですけど、コロナの影響で延期になっちゃって、3月19日になるんですけど、そうそれもねチケット発売中なので、ぜひ気になった方はぜひ、そうラジオのパーソナリティの他のその FM からつのラジオのパーソナリティの方だったり HKT48 も出演するので、そうメンバーが最後とそのちゃんだけではなく、そう楽曲もちゃんとするのでしかも結構盛りだくさんなのね、そうセトリが多分前と変わんない、なんかメンバーはちょっと前と変わっちゃうんだけど、変わっちゃうと思うんですけど、そのなんか都合によりスケジュールの都合によりね、前発表されてたメンバーから変わっちゃうかもしれないんだけど、セトリは変わんないと思うので、すごくめちゃくちゃ楽しいセトリですねになってるので、ぜひぜひ来てほしいですね。
とあとまどかさんとか、そう京香さんとか井口真央さんとかもいらっしゃるので、めちゃくちゃ胸熱なんじゃないかと思います。オンラインチケットもあるので、アーカイブ2週間あるんだって。赤間さんが頑張ってる、その赤間さんっていうラジオの方がいてね、そう主催のイベントの主催をしてくださってる赤間さんがめちゃくちゃ頑張って、アーカイブがなんと2週間もあるので福岡に来れないよって方は配信見てほしいし、なんだろう、はい、な現地に行ったけどまたアーカイブで見返すのも全然ありだと思うし、そうぜひぜひ、いて是非是非、なんか気になったらラジオも聞いてほしいし、3月19日も来てほしい絶対って感じですね。あとはLJK でやりたいことかめっちゃ話しとるんだけどめっちゃ話しとるんだけど、なんだろうね、そう JK が終わっちゃうってあと1年で衝撃の事実どないでしょう。でもサイカは制服ディズニーと制服ユニバは行きたくて、とても行きたくて、そうなんかやっぱ現役のうちに行きたいなって思う。あとなんだろうね、おかわりはなしないんだよ、おかわりとかはあんましないんだよあんましないんだよ。まあ JK のうちになんか本当にさ、いろんな人に言われるの、高校生活楽しんどきなよとか、なんかもう JK 楽しみなってめっちゃ言われるから、そうその圧に負けてじゃないけど、そうなんかあちゃんとなんか悔いなく過ごそうみたいじゃないけどさ思っちゃうのよ、そうだからまあ感じで、そうスキーのリフト券が安くなる、あそうなの、じゃあスキー行こうかな、やったことないけど大丈夫かなやったことないけど大丈夫ですか。ね、まあ楽しんでいきたいと思います。ではいい時間になりましたのでちょっと電話していこうと思います、次の人に。はは、誰だと思いますか。じゃあ予想してて、予想コメント欄で次はね月曜日なので、月曜日のおもろい、ちょっと誰だと思いますか。おーおーおーおお、すごいねみんな、すごいねみんな、おおすごいねみんな、全然違う全然違う。あもしもしスピーカーにして大丈夫ですか。はい、じゃあスピーカーにします。聞
終わるかな。あ、じゃあなんだ、グループ名と名前をお願いします。はい、HKT48 チーム K4 の長野みやびです。あ、いやいやいや、みやびでした。今ね、みやびです。みやびです、ありがとう、はい、なんか誰だと思うって聞いてたの、したらみやびの名前、はい、全然出てこないからね、違うんだよなって思いながら見てた。みやびでした。ニヤニヤですね。みやびでした。そう、え、ね、さっきのさ、あの LINE の話していい？え、あ、全然いい。あのね、面白いのが、あのみや、いや、さっき、あのちょっと聞いてほしいんだけど、皆さんにみやびにそろそろかけていいって聞いたら、なんかはいって来た後に練習した後なんで鼻息荒かったら言ってください。めっちゃ面白い。いや、今はめちゃくちゃ気にしてて全然聞こえない。呼吸止めてるんですよ。呼吸して止めないで、呼吸は。めっちゃ大丈夫ですかね。うん、全然いけてる、大丈夫。あ、本当ですか。うん、荒くないよ鼻息。みたいな、どうしようと思って。かわいい、全然大丈夫です。そう、よかったです。みやびでした。あ、どうしよう、そう、あ、うん、そうだね、なんだっけ、トークテーマを決めなきゃいけないんですけど。あ、はい。そう、みやびはなんだろうな、はい、でもそうだな、警報でね、一緒になったので、はい、そう、みやびとはなんかありますか、皆さん、トークテーマ、なんかいい感じの。そう、あ、そうね、今度の何日だ、17だっけ、制服の目は17ですね。そう、なんかそれでも鼻息荒くなっちゃって。その話するだけでね。はい、うん、なんか変な手汗も出てきちゃう。やばいやばい。おー、いいね。あ、仲良くなりたい先輩。確かに。あ、あんまなんか先輩となんか話してるイメージないかも。でも、この間さ、はい、メルちゃんと握手、なんか握手会の時席隣に座ってたよね。あ、そうです。なんか、だからなんか隣でした。隣だった。そう、仲いいのかなって思ってた。いや、羨、いや、すごい良かったです。良かった。良かったです。どうしよう。何しようかな。あ、じゃあ、なんか2個ぐらい。はい。あ、全然。いい？あ、じゃあちょっと鼻息荒くなっちゃうかもしれないけど、制服の目、制服の目の意気込みと、はい。はい。もう一個どうしようかな。ちょっと悩むな。全然何でも大丈夫で。全然何でも。わー、どうしよう。あ、いい、仲良くなりたい先輩。あ、待って、面白いの出てきた。はい。寿司と焼肉どっちが好きか。寿司はさ、はい、好きなの？いや、好きですよ。寿司が一番好きなの？いや、なんかそれはあの DD みたいな感じになっちゃうじゃないですか。なるほどね。そうなんですよ。DD になってしまうのか。あ、ちょっと寿司の話聞きたいな、なんか。寿司、あ、まあ、ちょっと寿司について。わかりました。制服の目の意気込みと、はい、寿司について。わかりました。でお願いします。はい。そう、では14日、月曜日だね、次は。はい、14日です。みやびでした。ありがとうございます。よかった、嬉しい。そう、
一番最初に一番最初にねみやびに聞いたんですよ。誰に回そうって悩んだ時に、あ、みやび、そう一番最初、そうどうかなと思って聞いたら、あ、いいですよって言ってくれたから、めっちゃ嬉しいです、ラッキーと思って、そうよかった、了承してくれて、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます。ではでは、はい、そら14日って、あ、全然なんか寿司とか言っちゃった、ごめんごめん。まあ世間はバレンタイン一色に染まってるだろう、染まってる世間、うん、何、世間はバレンタイン一色だと思うので、ここでなんか寿司ネタぶっ込むのもいいかなみたいな。さっき何だろう、誰だと思うって聞いた時に全然みやびの名前出てこなくて、そう、あ、違うね、ニヤ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 って思いながら、そうみやびでした。そう、まあみやびはその制服の目、今度何だろう、初日初出演って、初出演ってのもあるし、まあ警報に昇格してきてくれた後輩でもあるので、そう回そうかなと思って回しました。そう、意外でしょ、そう、確かになんかあんまり接点ないと思うんですよ、なんかみんなからしたら、さやかとみやびってあんま多分話してる印象もないだろうし、そう、あんまなんか意外って思われがちだけど結構話すし、そう同じチームになったのでもっと距離を縮めて仲良くなりたいなって思ってるメンバーでもあるので、みやびはそう回しました。ね、ぜひぜひお楽しみに、17日の制服の目をしていただけたらなと、最後も楽しみ。ね、メビも緊張すると思うけど、鼻息荒くなるって言ってたし、緊張すると思うけど、リラックスして頑張って、一緒に頑張れたらなって思います。そうって感じですね。では壇上を読んで終わりたいと思います。13位ブランさん、12位ユイチェリーさん、11位アダリさん、10位前乗りさん、9位通勤急行通過駅さん、やばなんか早口言葉だね。8位ゆずきちさん、7位りんごさん、6位ジャガさん、5位みゃおいさん、4位オーヤンさん、3位ヤシタンさん、2位シュウさん、そして1位サガナマルさん、ありがとうございます。あ、ちょっと別のとこしちゃった、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは終わりたいと思います。ではではでは、月曜日のみよ夜も見てください。この後は個人配信するので、ぜひそちらも見に来てくれたらなと思います。イエーって感じです。それでは